森です5月のお気に入り初ヒック提供5月からちょっと30度とかやめてほしいんだけど、マジではい、えー。待ちに待った過去、私がお気に入り動画前回やったのが10、違う、10, 10月去年の <laughs> で、もう翌月からずつやりなかったのに 5月なんですけどみたいななので、えー、前回同様に、えー、今月お気に入りというよりは、まあ、これまでの半年間のお気に入りみたいなあっち <laughs> みたいな動画に、えー、なると思いますが楽しんでいいてくださいちなみにこのワンピースさ いつ着るねんシリーズの一つなんだけどこベルトは違うんだけどこうベッツィ・ジョンソンのワンピースなんだけど買った時はあサイズミスったと思ってねちょっとワンサイズ大きくてなんか微妙にダボってすんな着れないことはないけどみたいな感じだったんだよお直しに持ってかなきゃなかなと思って封印してたんだけど今着たらさ <laughs> ちょうどいい なんか喜んでいいのか悲しんでいるかちょっとわかんないんですけどみたいな <laughs> はい、そんな感じで <laughs> えー、始めようと思いますちょっと暑いんでねあの、さすがに今年初冷房つけましためえ <laughs> じゃあ行きますお気に入りその一。<music> じゃんラミーさんですこれ実はですね、冬季限定なんですよね これね、12月ぐらいにすげえハマってて食べ過ぎて飽きたっていう <laughs> でもきっと今年の冬もたくさん食べるであろうみたいな、ね、なんでその時あの大量に大量にまたね買い続けたのが悪かったんだけどもう今店頭には出回っていないかと思いますがめちゃくちゃ気に入っててすごい食ったでもう薬局ドラッグストアに行くたびにこれを買いためて食べてたらもういらないって <laughs> 残ってんだけど。 なんかさこのロッテのラミーこの兄弟分でバッカスってあるんだよねバッカスはなんかにブランデーが入ってるみたいなブランデーボンボン的なチョコなんだけどこれはラムレーズねでラムレーズンと生茶こを閉じ込めました。ーアルコールコってねあるんだけどこれじゃない緑のパッケージのバッカスの方はあのちょっと同じ会社かどうかちょっとあ違う会社かもしれないからあまり。 こう,う言い方するの良くないと思うんだけどあのダースってあんじゃんダース方式なんだよバッカスはだから三かける四か五ぐらい入ってて小粒なんだけどラミーも私の記憶だとそうだったんだけどそうじゃなくなってんだよねそもそも最初からこのシステムだったって言われたら本当すみませんなんだけどえラミーってこうだったっけと思ってじゃあ開けようか このバータイプがね、3つ入ってんだよえ、前からこうだったっけっていうのがまず私の衝撃だったんだよね。私は完全な勘違いだったらマジでどんまいなんだけどえー、っと思ってそれで買ったんだよね。食べたことあったんだよだから。と1個じゃあせっかくだからちょっと開けて食べようせ、ね。室温でズルズルかもしれないけど。あマジでズドルズドルだ。 でもね、私チョコレートさ本当は冷蔵庫でバッキバキに冷やして食べたい派なんだけどあのパリっていうのがたまらねえみたいなでもこのラミーはねラムレーズンで中にレーズンが入ってるんだけどこの緑のやつがね冷やして食べるとなんかレーズンがバチカン四国みたいな <laughs> なんか独立国家みたいなさ ちょっとレーズンだけ硬くて浮いてるぞみたいになるからあっマジ冷やせばよかった冬季限定なわけですねえー、ロッテさんごめんなさいですけど本当はねちゃんとした形でねこうバータイプなわけいただきますうんやっこいうんうまいラムレーズン好きにはたまらない,いこのバーなの方が良くて食べ応えがあるね うまいんだこれは。冬の室温というか常温で食べるのが一番うまいです冬季限定でねもう多分売ってないんで今 <laughs> リアルタイムで見てる人は冬まで待ってくださいうまいです前絶対なんかダース方式だったと思うんだけどな勘違いなのかな食べ過ぎて飽きたぐらい好きですえじゃあ食べ物の流れでえー、おっきいにその2ででン独り占めスイーツ えー、チョコ好きなんですよね近所のスーパーで売っててこれにはまって特にこのこれね独、えー、り占めスイーツ贅沢オランジェオレンジピールがね割れチョコに入っているっていうねずっとねお気に入動画やろうやろうと思って開けないで撮っといたのチョコ好きの私にとってそれがいかに拷問か分かります皆さん <laughs> 開けよう いやそんなゥドルゥドルになってないと思うんだけどなあちょっとちょっとうっすら白くなってるこんな感じでなんか割れて入ってるんだよこの割れな感じを堂々と売るって日本じゃちょっと珍しいスタイルじゃないと思ってうまいデキュールが入ってるんだねしかもグランマニア100%割れの感じもねなんかランダムでいいよこのでかいのが急に入ってたりとかさ うまいですで、あとこれねひとりじめスイーツアップルチョコ正直あのたまにマイウェッジが送ってくれるホワイトチョコにコーティングされたりんごのやつあれの方がうまいんだけどあれどこのやつなんだろうなこれもまあまあうまいですまあまあうまいって失礼だこれもおいしいですりんごがうまいんよねチョコ食いたいちゅうりんご食いてみたいな時になんかいいであとこれがね違うスーパー行った時にき弟が売っててまたラムレーズンだ <laughs> えひとじめスイーツ 贅沢ララムムレーーズズンマイヤーズラム漬けなんかこれ食べたことないから私ホワイトチョコがねあんまりあんまりないよねこのもう一個ホワイトチョコのやつがあって何てやつか忘れたけど焦がしバターとかだっけな忘れたけどあれがまあホワイトチョコだからいいやみたいな感じだったんだけどみんなのたまに開けますこんな感じで入ってますこれはちょっと期待している なんか、ミルキーなラムレーズンの味がするうんうーんなんかレーズンバター好きな人は好きな感じ多分悪くない図らずもラムレーズン対決になっちゃったけど <laughs> どっちが上とかじゃないよねうまいどっちもうまいけど私は茶色いチョコが好きだからこっち食べるなっていくかなと思うけど ちょっとレーズンバターの気持ちの時はこっち行きたいうん、美味しいこれはいいいい <laughs> えー、お気に入りのその3ででんミルクックさんはぁミルクックちょっとさ熱いから食べていい <laughs> うまいんだよミルクックいやなんか最近知ったんだよね恥ずかしながらねじゃーんミルクックいただきます うめえまあミルクスイキバーってあるんだけど超細かいプラッシュアイスが中に入ってるってねそれが練乳に包まってますみたいな味うまいこの竹下さんさ佐賀の会社なのねあのブラックモンブラン出してるとこなんだよブラックモンブランもねめっちゃ好きで子供の頃よく食べてたんだけどで大学がもう東京だったから上京するじゃんそしたらさブラックモンブラン売ってないんだよ <laughs> えっと思ってその時は初めてあ九州にしか売ってない系なのってことを知ったんだよね最近は関東でもね見るようになったから無事全国進出を果たしたんだな竹下さんって感じなんだけどそのブラックモンブランをやってる会社さんが出しているこのミルクックうまいなんで知らなかったんだろう、今までみたいなこのクラッシュアイスのさポリポリ感がたまらんの、ね、よ 練乳と氷が好きな人は絶対好きスコスコの服です半分ぐらいにしとこう。あ,あっやっと涼しくなってきた <laughs> えー、じゃあそろそろ食べ物じゃないエツイクじゃあおきにその四。これは自信を持って皆様にもおすすめしたいやつバババババパンせ抜きじゃないよ <laughs> タングスレーーパ言えてたタングスクレーーパーこれはですね舌をこそぐやつベロをねこれねあのアマゾンで買ったんだけどこれはステンレスなんだけどえもともとは多分こういうね逆 U の字みたいな形をした銅製のやつをなんかインド方面の人たちとかアイルベーダ方面の人たちが使ってるらしいんだけどガチ勢をね。 でこれは簡易版みたいな感じで最近最近なのかしら分かるけど出回ってるんだけどこれを私毎朝やってるんだけどこうヒュヒュヒュってね超いいなぜ今までやってこなかったんだろうと思うぐらい,い,いもう全然違う講習がもうマウスウォッシュとかやってる場合じゃないし。 なんんか昔流行ったじゃんあのベロをきれいにするタブレットとかもああいうのじゃダメなんだなっていうのはこれをやって分かったもうこれ初めて使ったのは多分11月か12月だからあの時の感動は薄れているんだけどこれね金属ステンレスだからちょっとね当たりが強く感じるからそのまま行くと,、えー、っと毎朝お茶湯を飲むからちょっとお湯を分けてそこに突っ込んで温めてからこうねやるんだけど私がやるのは歯を磨いて口をゆすぐ前にこうやる。 いいよそうするとなんこそげてる感がわかりやすいからで初めてやった時はえなんか舌の薄さ半分になったって思うぐらいこそががれた感がすごかったねだから口の中ってこう大きく感じるじゃんえいなんか言いたいことを伝わ,伝わってると思うんだけど <laughs> えなんかちっちゃい口内炎でもなんか口の中でこう「ん」ってやるとさすごいでかいのがあるんじゃないかと思ったりするじゃんなんかああいう感じ <laughs> だからめっちゃこそがれたファーっと思ってねで1週間ぐらいするとなんか下の見た目も綺麗になってくるんだよねまあ、逆に言うと1週間ぐらいしたらそのごっそりこそがれてる感は収まってくるんだけど私は毎朝やるけどすごくいいです <laughs> もう手放しませんこの子は下に今回ご紹介するやつで Amazon 載ってるやつはリンク貼っとくんで見てか不思議とね歯磨きでゴシゴシやるのと,と全然違うんだよねすごい時は ずっと続けてると朝起きた瞬間無臭な時あるもんね口がえっとびっくりする時あるまさすがに全然ね毎朝じゃないしむしろそういう時は少ないんだけどえっ今日無なんですけどみたいなあるからみんなやるべき接客業の人とかねやるべきこれは力一杯おすすめするやっぱこの形の方があの何歯ブラシ縦にも 買ったりするからさ、収納も楽なんよね。私もい、もうなんかさ、形から入るタイプだから、ガチ勢のこれを欲しかったんだけど。ちょっと収納に困るなと思って。あのスタンドに立てられる、これスティック状のやつにした。これでも十分です。ぜひ。え、じゃ、あ次、おきに、その後。パパパパパパーン。ソンバーユ。馬の油と書いて、バーこれはね、結局。 結果的にはこれで3本目なんだよね。これはバニラの香りなんだけど。はあ、めっちゃいいでする。まあなんかバニラとなんかオレンジみたいな香りがするんだけどさ、1本目バニラ使って、で、2本目はこのローズ証拠としてこの空き瓶をずっと残してあるっていう、そのバ合のこのローズの香りを使って、で、2本目のバニラ、通算3個目に入ってるんだけど、ローズはね、正直バラの香りはあんません。一瞬わってするんだけど もうなんんんか柑橘の匂いなんだよほとんどでもこっちの方がつけてていい匂いするって言われるこっちの方が香りが好きなんだけどいろいろ複雑な気持ちにさせてくれるこのローズさんもまあ使い切って、まあ、3個目入ってるんだけど、えー、体に塗っているですあの私ボディクリームで余計なケミカルが入ってないやつをずっと探してなかなかなくて困っていたん。 オイルとかかで我慢するかみたいないろいろやってたんだけどで探してたらこのソン・バイユさんがね検索で上がってきてヒットして上がってきて「ソン・バイユです」ってと思ってで「私はベジタリアンでもビーガンでもないがその考え方には賛同している」と口を酸っぱくしてこのチャンネルでも言っていると思ったがだからね 大間さんの脂をスキンケアのルーティンに入れることに正直抵抗というか罪悪感が最初すぐあったんで、ね、この選択は私にとって正しいんだろうかみたいな <laughs> 考えすぎるタイプだから <laughs> 結構悩んだったけどまあとりあえず使ってみようと思ってホームページを見てると「その場合を作るために大間さんを育ててたりとかはしていません」みたいな「馬肉の副産物を使っているので」みたいな。 ことをすごくちゃんと言ってたからなるほどと思ってとりあえず使ってみようと思って今や3つ目なんだけどまあ白いクリームなんだけど温まるとちょっと何やっこくなるタイプのクリーム私あの指直に突っ込んで使っちゃうから一応冷蔵庫に入れてんだけど冷蔵庫に入れてる時は結構あったくなるけどそれでもまあ救える程度。 ああこのバニラの香りが最高なんやそのバニラの香りのクリームを探してたのかなそれでノンケミカルなやつ私結構年々敏感肌になってきちゃったんだけど肌荒れもなかったしニキビプツプツってできたりもしなかったしそうだからノンケミカルすともう油ってオイルを探せばいいじゃんって思ってこのオイル良さそうだなって思って塗るとなんかね顔まで塗りたいから。 そうすると口の周りにプツプツできたりするとアウトだなみたいなことが何回かあったからそれでオイルもちょっと断念しつつあったんだけどこれはそれのこともなくて私の肌に合っているしちゃんと保湿されるなみたいな感じもするから私はお風呂上がった瞬間にベビーオイルを全身に塗るんだけどお風呂場の中で体を拭かずにでその後お風呂から上がって洗面所で全身にこのソンバー油に 化粧水を混ぜながら塗ってでもう一回化粧水塗って油分をちゃんと乳化させて肌に浸透させるイメージみたいなをお,お風呂上がりにやってるんですけど結構いい感じうんだから最初はちょっとね迷いがかなりあった商品ではあるけども結果的に自分に合ってるような気がして今は使っているのでねあ,のあんまりもろもろその辺に抵抗がない方はちょっとぜひ使ってみてはいかがかな なんんか香りが色々あるんだよね。ヒノキとか無香料もあるけどなんか Amazon の口コミ見てたら無香料だとなんかたまに獣臭がするような気がするみたいなこ口コミ見たからじゃあちょっと香りつきがいいかなと思っ唯一このね香料がねあの天然じゃないよね。それがちょっと残念多少何か欲を <laughs> 言えばそこも天然にしてほしいと思ってるだけどちょっとなんかゴージャスラインの損梅油で香料も天然にしましたっていうのを出してほしいんだよね。<laughs> まあでもあの食品グレードのものを使ってるみたいな感じだった気がするあとなんだっけな口なしの香りとかヒノキの香りとかなんかあと何種類かあるんや香りをちょっと全部制覇したいけどバニラが今気に入ってるのはまだ使っていますよかったらえじゃあ次オーニその6ちょっとここにはないんだけどこの前買ったベゴニアマクラータちゃん 植物なんだけどね、み葉っぱが水玉模様のね、寝室にね置いてるんだよ、可愛いんだよね。なんかあそこベッドの横に誰か愛おしくて新しく買った植物ちゃん。前の Vlog で多分植え替えてあそこにセッティングしたとこをお見せしたと思うんですけど、見てくれた方もいらっしゃると思いますがありがとうございます。すごく気に入ってます。新しい葉っぱもね無事できたんだけど、古い葉っぱがちょっと枯れてきたりしてて、ちょっとね、そこはヒヤヒヤしている。 本当は、ね、寝室あんまり風通しは悪くないんだけど日当たりがそんなにいいだから本当はこのね居間に置いてあげた方がいいんだけどあそこにいてほしいんねえななんでねちょっとやばいと思ったらお引越しをするかもしれないが気に入っていますお願いだからあそこで無事で育ってて今祈っているんだけどね <laughs> まあ様子を見ながら可愛がっていこうと思います実はあの子のアマゾンで買ったんだよ リング貼っとくくから皆さんもチェックしてくれ新しい種類の植物刀のもと久しぶりだったからもうなんかさパキラとかポトスとかはいくらでもいるんだけどこいつらだったらさもう大体こういう性格でこういう時はこう反応するとか大体こんぐらいしても大丈夫って分かってるからいいんだけどやっぱ初めての子はちっち分かんないから。 葉っっっぱの生え方もちょとと独特だった,りたとえ今どういう,ことどういうことどうういことここは茶色いのは何でとかさちょっと見てるとあこういうふうに生える子なんだとか、えー、いろいろ今観察している最中でね、えーまあ、楽しくもヒヤヒヤしていますが、まあ、無事モリモリ育ってくれてもうなんかベゴニアちゃんばっかりで困るうちって <laughs>、えー、なることを夢見ています。<laughs> <laughs> えじゃあ次、おきにその7、えー、お洋服編行くよちょっとねあのー、今月前回やったね、えー、Vlog でご紹介した古着たちは、ね、大変気に入ってはいるんですけれどもちょっと編集でね見過ぎたっていうのがあるんで <laughs>、えー、今回ちょっと出していないんですけども、えー、今回ご紹介する子たち行くよ。パパ リーバイスのデニムジャケットです、えー、この子はね、今年2020年入って一発目にゲットした子なんですけどもかっこよくないめちゃくちゃかっこよくないなんかここに、この変なリングがねちょっと意味がわからないんだけどこボタンの裏に毎回ついてる <laughs> ちゃんとこのボタンもね全部ちゃんとリーバイスって入ってんのかわいくない でこの袖のところのこのなんか模様とかさメンズセクションでね見つけたんよだからちょっと大きくて私が着てもオーバーサイズなんだけどなんかワンピースとかと合わせると可愛い,いかなと思ってね買ったもうすごい気に入っているこの辺のちょっとクラッシュ感この襟のとことかねこういうダメージ仕様がもともとあったのかそれとも前着てた人がね 使い込んんのか分かんないんだけどめっちゃ可愛いなかなかねなんかもうかわいすぎて実はこれちゃんと外に行く時来たの前回の Vlog でメキシカン女子会やった時初めて来たと思うた可かわいいめっちゃスコ私デニム好きだからさでデニムのジャケットも好きなわけしかもちゃんとリーバイスだからさテンション上がってもう即決で買っちゃったよね もう可愛いしか言えないから終わるね。<laughs> <laughs> OK にその8、えー、またデニムなんですけどでてんこれです。エドウィンエドドウウィィンンかわい,いくないこのちょっとねティールがかった青みたいなニュアンスがこの辺にあるよね。でこのスティッチがちょっと取れてる感もなんかプリラブドな感じですごいいいじゃん。 めっっちゃ気に入っているこれもあのデニモのジャケットと一緒に同じ店で買ったんだけど年賃にこれを機にねエドウィンをちょっと調べたんだけど恥ずかしながら知らなかったのがエドウィンって日本の会社なんだねいや私がさ学生の頃中学校の時か高校の時か忘れたんだけどブラピが CM したんよエドウィン。しかもこの イグザクトリーこのルさんか分かんないけどルさんはブラピがさあコギをかき鳴らしながら503っつって歌ってんだよでもルさんって言えなくてゴーマリソンになってんだけど <laughs> 誰か言うてやれやと思うんだけどでもブラピだからかっこいいから許されるみたいにさ <laughs> CM あったんだよあれは大事だったんだなってね <laughs> いやあれが頭にあったからまさか日本の会社だと思わなくてなんか調べたらさあ日本なんだと思って。 ちょっと余計愛着が湧いたよねさすがメイドインジャパンみたいなこのダメージ加減とかさすごくかわいいくな、ね、いもう最近こればっかり入いてるだから気に入ってます古着最高 <laughs> <music> え、じゃあ次はね本、えー「おきにその9」ででん角川さんとこの「夢の旧作瓶詰めの地獄探偵史なんですけど夢の旧作さん福岡生まれ この人の人方ね、前、ドグラマグラを、ね、持ってたんだけど何回チャレンジしても上巻の前半から進まなくて諦めて売ったっていう経験があるんで、ね、完全にジャケ買いをしたんだけど局部もろ出しの女性の絵なんだけどで味のりモザイクをね上から貼ってるみたいな絵なんだけどその味のりの上に「k a d 文庫」って書いてあるんだよ。<laughs> 角川やるじゃんって思って <laughs> 買ったんだけどいや読みきれなくてね精神病みたいな人が永遠と独り語りをしているみたいなとこから抜け出せなくて <laughs> 諦めて売っちゃったんだけどでその思い出があるからさちょっとリベンジしようと思って夢の旧作さんの本を買った角川文庫のさこの表紙のシリーズも可愛くてこのシリーズ何冊か買ったんだけど作者は違う人だけど。 これが気に入ってるあの短編集なんだけど一番最初に入ってるこのタイトルにもなってる瓶詰めの地獄がねやっぱいいんよネタバレをするからまっさらで読みたい人はあの何分かちょっとスキップしてほしいんですけどあらすじっていうか話の内容としてはねページ数もねもう17ページぐらいしかないんよ。なんか最初はね手紙の内容から始めたみんな手紙なんだけど。海洋研究所 中みたいな「どこどこ役所より」みたいな手紙っていうか通知みたいなのから始まるなんかおタクが海洋の研究のために瓶を流すって言ってましたけどなんか言うてたんと違う瓶ですがちょっと近くで見つかりまして、まあ、なんかお役に立つのではないかと思って一応送りますみたいなそんな紙の内容から始まる。 で届いたのが瓶ビ,ビールフーがしてある瓶ビ,ビール3本分の手紙っつて,って、ね、でその後はその手紙の内容がひたすら書かれてるだから誰がどこで何を言ったみたいなセリフとか誰と誰が喋ってるみたいなのがあんまなくて手紙の内容だけ並べましたみたいな小説なんですよ。<laughs> でその内容はね、えー、ある兄妹の兄弟がなんかひょんなことで漂流してしまって。 なんか南の方の無人島に流れ着いたみたいなねで全部兄が手紙を書いてんだけど、えー「お父さんお母さん助けてください」みたいな、えー「今無人島にいます」みたいなね <laughs> で本題はね、えー、人は誰もいないと、まあ、でも空には困らない島であるとだ南だからまあ暑いんでねで兄と妹しかいないとで漂着時、うん、兄11歳妹7歳とかなんだ でどうやらその兄弟は10年ぐらいはその島にいたらしいみたいな。で兄が綴ってる手紙の中にね「僕最近おかしいようなんです」「妹がどう見てもエロい」っていう話をねずっとしてるてい,いや兄弟とはいえ人が誰もいないしなか頼るべきはお互い同士しかおらず大人もいないし世間がどうなってるのかわからないしでなんか思春期の兄弟がもうなんか。 あうだやってたら服も全部破れて服もなく素っぱかで生活してるみたいな <laughs> 妹がエロいみたいな <laughs> でどうやら妹もなんかちょっと俺を見てる時そわそわしだしたみたいなねでもねこの兄弟は聖書を持っていたんだよ聖書聖書が唯一の大人代わりであり教師代わりであり世界だったんだよね彼らにとってでどうせね 聖書のなんかなんかどうせ謹慎相関みたいなのは禁止されてるわけですよ読んだことないけど多分ね一番やっちゃいけないみたいな書かれ方絶対してるわけですよでじなんかお世界のすべてである聖書が自分が今これしか考えられないってことを否定しているってなった時に「二人は病んでいくんだよ <laughs>」っていう話が一発で <laughs> でね 十数ページの内容なんだけど読み合った瞬間怖っってこもり出して言ったよ <laughs> 最高だったねでいや全部読んだけどやっぱ最初のこの瓶詰の地獄のインパクトがねちょっと強すぎんだよねでこのユミナ久作さん多分頭がおかしいんだよね <laughs> なんか頭がおかしい人が永遠と一人々喋ってるみたいな内容が多いんだよ最高です <laughs> ええ気になる方ぜひ 見てみてみリンク貼っとくから大きいその10」また本なんだけどさっきのね角川さんシリーズでまとめ買いしたやつなんだけど、えー、三島由紀夫さんの不道徳教育講座入れてた不道徳教育講座これはねエッセイだったんだよねなんか単品集かなと思って買ったんだけど、エッセイかみたいななんか三島由紀夫さんの感じがねあこういう感じの人なのかって読みながらね だ大体半分ちょっと読んでちょっと飽きて今置いてあるんだけど <laughs> うーんやっぱり何か独特な人だったんだなってちょっと思ったね読んだ時にこの中でね一番面白かったのが今んとこタイトルちょっと忘れちゃったけど最近の善と悪はなってないみたいな善も悪もなってないみたいな話から始まって善はちょっとまあ置いといて、まあ、悪からまず見直そうじゃないかみたいな、ね、話が始まるんだよ。もう最近の悪はななってないと もう泥棒はもうなんかはした金のために人を殺すしヤーさんも素人に手を出してるじゃないか「なっとらん」っつって <laughs> もうこうなったら国立でもうエリートの悪者泥棒学校みたいなの作ればいいんだみたいなすごく教育も厳しくしてもう悪のエリートを育てればいいみたいなそしたら絶対に俺はついていけないっつってグレて学校を辞めていく奴らがたくさん出ると。 で、そういう奴らはもうあの善人になっていくしかないんだ。みたいな。え <laughs>、なんかそういう言い方をする人なんだよん逆説っていうかあ、そういう攻め方するみたいなのがだいたい。なんか全部続いてるみたいな。だからよくなんか逆立ちして平気で笑って喋って歩いてんなみたいな。なんかそういう印象を持った。三島由紀夫さんにこれ初めて読む。三島さん本なんだけど、まあ1位だけど。 なんで、ね、あ,あ面白い人だったんだなって思いながら読んでいるまあちょっとねあの小説が読みたかったからじゃ途中で「うん」ってなってたけど絶対読破するし、まあ、読んだら三島さんの小説も読みたいと思いますなんかおすすめあったらコメントで教えてください、えー、じゃあ次おきにその11、えー、っと音楽いこうか音楽ちょっと前回か前々回の動画でもちょっと出しちゃう。 駆け足行くけど、えー、黒井さんね好きないよねあのアンダー忍者の主題歌やってたどこからあれ黒いってちょっといいかもと思いながら聞き始めたんだけどあとね今年に入ってからのアニメでぶっちぎりっていうのはあったんいいよ多分1月2月3月のクールでやってたと思うんだけどそのクールでやって 出たアニニメの中でオープニングはちょっとあれがチャンンピオだだと思うんだよねあれも黒いが主題歌やったんだけどブチギぎはマッパがアニメやってて残念ながらねあの話の内容がつまなかった <laughs> からあのオープニングがすごい良かったから黒いが主題歌で,でオープニングすごい綺麗に作ってておなんかマッパのいいとこちゃんと出てるアニメじゃんと思いながら見たんだけどちょっとねでアラビアンな雰囲気だったんよ。それを漫画で 結構推してる人って今まではそんなになかったような気がするから面白いなと思いながら最初見たんだけど結局なんかうだつの上がらない不良漫画みたいになっちゃったからあー残念なアニメでしたなって思ってたんだけど主題歌すごく良かったなオープニングねアニメーションのともにねだから結構アニメの主題歌とかやってるとこから入ってスポティファイでずっと黒井さん聞いてるんだけどなんかね楽に聴けるんだよね見た目チャラい。<laughs> だけど、あの潜在写真見るとさ、チャラッと思うんだけど。なんか意外と楽にね、軽い感じで聴けて、ちょっといいんだよね。バチバチにテンション高くはないけど。でもちょっとベクトラを上向きにありたい時とかよく聞いている。です。で、あともう一人、えき、ー、にその十二。三月。すこすこのすこすこすこなんですけど、みたいな、三月。 さんね、えー、っとウィキペディア情報いわくまあ彼女も日本人とアメリカ人のハーフらしいんだけど多分国籍がアメリカのパターンなんでねで父親がなんだっけな国をまたいでの転勤が多い人でだから子供の頃はそういう引っ越しが多かったらしく私も引っ越し多かったからさそ国をまたいでの転々となど大変だっただろうなって勝手になんか <laughs> 勝手になんか同調してるんだけど。 <laughs> そのミツ月かねあの英語で歌ってる人なんだけど、えー、インスパイアされたアーティストっていうところね何人か書かれてたんだけどそこの中にね「病、えー、クと「椎名林檎」って並んでた時に「はいはい」大体わかりましたと思って <laughs>「絶対私好きね」って思って「聴いたらやっぱええんよミツキ月こ超好きなんかねちょっと暗いんでねちょっと重いんだけど。 じゃああのラブミーモアが好きだねなんかちょっとねディスコっぽい音なんだけど古くさダサーってならないようにちゃんとアレンジをしててすごくいい好きですもちろん病気とかりんごちゃんとかあとコッコちゃんとかあの辺が好きな人は絶対好きなんだ聞いてみてください私は Spotify で聞いている別に Spotify の回し物じゃねえけど <laughs> 好きだから。 <laughs> 言っちゃうんだけどさ好きですえじゃあ次ユーチューバーシリーズいこうか、えー、おきにその13えっとごめんユーチューバーと言ってもみんな英語の人なんだけどあの英語分かんなくても見られる人もたくさんいるいるから、えー、最後まで見てください <laughs> えーっとねおきにその13キャットルミナティさん猫動画のショート動画をたくさん出してる人だからすごい見やすいんだけどこの人は ネコダイソン <laughs> いや近所歩いてたら猫から寄ってきてるんだよねどう見ても嘘でしょって思うぐらい吸引力がすごい人 <laughs> でこの人すごいのは近所の猫の顔と名前を覚えてんだよ大体あれこの子会ったことないなとか一発でわかるんだよね顔見てすごないと思ってそ猫の数も半端じゃないんだよすぐ話しかけるよね でこれね、なんか猫、どう見ても猫とのコミュニケーション取れてるなみたいな感じがすごいほんわかするし男の人もねなんかもじゃもじゃのクマさんっぽいルックスでねなんか安心感あるしねあの猫好きなのに猫アレルギーだから <laughs> えっと大変ありがたいチャンネルです猫好きの人は是非見てください吸引力の凄さを <laughs> え次、オキニその14名前をちゃんと読めてるかわかんないんだけどごめんなさいなんだけどダニーカシールさんかなカサエルカシールちょっと分からんけどもダニーさんこの人はちょっと脱力系の絵のアニメーションをねこの人もショート動画が多いんだけど、えー、アニメーション作ってる人で面白いって <laughs> ギャグがすごい ですけどみたいなちょっと気に入ってる動画リンク貼れたら貼っとくんだけど私が気に入ってるやつはなんかお互いが緊張しまくってるカップルの動画そこでなんか急にお化けみたいなのが出てきて「お前らいいかげにしろよお互い好きなんだからもっとアタックしろよ」みたいな <laughs> 動画あるんだけどあのオチがすごいいいんだよね結構古典とかもねいろいろやってるみたいであの絵ででもねやっぱずっと見てるとすごくいいんだよね なんかちゃんとワールドとか世界観がすごく明確でね色もビビっとったしなんかいつも笑かしてくれるからちょっと元気もらいたい時とかねよく見させてもらってますんであのねこの人のは多分字幕が出ると思うんだよね、うん、日本語ちょっとバグってる時もあるけど大体分かる感じで多分字幕出るからぜひ見てみてほしい癖になる <laughs> <music> え、おフにその この人はねつい23日前に見つけた人なんだけど見合うボールズって人あの動画もね7本ぐらいしかないんだけどアニメーションこの人もアニメーションなんだけどでもアニメって言いたくないぐらいなんかショートフィィルムってて言いたいいいたぐらいのエグいクオリティーを出してくるだよなんか日本人っぽい日本好きそうだなって感じの内容なんだけどでも日本人ではなさそう。 みたいななんかねちゃんと絵うまいんだよねなんか子供が雑に描きましたみたいな絵を装ってるんだけど多分相当絵うまいと思うんだよねセンスもちょっと半端ないしなんかこれ初めて作ったアニメーションみたいな概要欄に書いてあるやつもあってえ、これがっていう <laughs> これはあの英語も出てこないからただのアニメーションだから英語分かんなくても見られるんでぜひ見てほしい7本しかないしだいたい数十秒とか。 長くても数分なんでこれ見てほしいねなんかそうセンスある私は結構好き系のセンス子供の絵とか落書きを動かしてるみたいな感じのアニメーションなんだけどショートフィルムと言いたいぐらいのクオリティだと思いますぜひ <music> えじゃ最後おきにその16マリー・ドラスベックさんこれねちゃんと読み方調べたから合ってるマリー・ドラスベック本名だけど珍しいよねドラスベックって名前 彼女のチャンネルがもうずっと好きでここ何ヶ月かもう見つけた瞬間から好きでもうずっと見てるもう新しい動画上がったらすぐ見る系 YouTuber んだっけな大学の時になんか詩とか映像とかそういうクリエイティブ系のことを勉強したって人たなん多分今2678歳ぐらいの人でえっ、ー、と目が青くてね髪が紫なんよね。紫が似合いすぎてて っってて言いいたくなるぐらいにやってんだよね <laughs> で小柄でプラスサイズで,でそプラスサイズファッションの動画とか出したりするしであと「バイセクシャル」っつってたかな。で「魚座」<laughs> この人の好きなところは頭がいいよね多分。あのちゃんと自分で考えてるんだよ思考停止状態一切ないですみたいな。だかからなんか普通に今 世の中で行われてることとか起こってることに疑問を持ってこれおかしくないってまず問題提起して私はこうこうこうだと思うっていうのを論理立ててちゃんと頭の中で考えてそれを言葉にして堂々とと喋っててるるんんだだよよそれ見てると気持ちいいねまあなんか意見がしっかりしてる人や女をうざがる人間もいるけど私は言うよみたいな。 これねすごくリスペクトしているこの人のチャンネルは、まあ、多分英語わかんない人厳しいと思うんだけどあの英語好きとかどんとこいな人ぜひ見てみてほしいんだけどいいんだよね。ポッドキャストとかもやっててエモーショナリーオンラインだっけな,なんかそういう名前でやっててね結構大沢の人だからさなんかロマンチストっていうかそういうとこもあって。 そマリーもね言ってたんよなんか私がツーマッチなんじゃないかってそういう悩み方を恋愛ですることあるとか言ってたからもう超共感するんですけどビシバシにって思いながら見ているですごくおしゃれでねカービィなんよ体型がで本人はその自分の体型にずっとコンプレックスあってなかなか受け入れることはできなかったって本人は言ってるんだけどここ数年は それれれをポジティブにに受け入れられるようになってもうむしろ見せていくみたいな結構攻めのファッションをね結構動画で作ってくれてて私はかなり影響を受けている <laughs> スケール系の下着の上にスケール系のシャツを着るとかあとなんかなんかんつうのあれボンテージっつうのか名前忘れたなんかああいうやつしてたりとかいろいろしててねすごい素敵と思いながら見ている心底リスペクトしていますだから気になった人 よかったら見てみてみくれえその中けで以上5月のお気に入動画でした、えー、やりたいやりたいと思わないながねおせおせで5月になっちゃったもんですから積み上がったお気にたちだっただけれども皆さんなんか気になったのあったかな <laughs> さっきも言ったけど貼れるやつは下にリンク貼っとくんでよかったらチェックしてみてくれ。 じゃあなんか長い動画になっちゃったかもしれないけれども最後までご覧いただきありがとうございますぜひ感想とかコメントで教えてねじゃあまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ